ベネチテスメは、化石らし植物の一群で、中世代三畳期に現れ、白亜紀の終わり頃絶滅した。一般に太い幹、部上複葉と茎の先につく、生殖器官を特徴とし、見かけは、原生の素鉄類に似ているが、気候の配置などに、違いがある。キカデオイデアカとイリアムソニアカの二群に分けられる。キカデオイデアカは、幹が異様に太く、生殖器官は、で、 茎の先にメス法仕様、根元に有法仕様が配置し、その点では皮脂植物の花と似ている。ただし、具体的な形の復元には諸説ある。また、この共通性はそれぞれ独自に生じたものであり、直接の関係はないとの考えが有力である。ウィリアムソニアカは、幹がやや細く分子し、生殖器官はソテツ類と同じように、 私有別になっている。なお、命名のもとになった、ベネチテスベネタイツは、葉の化石に、キカデオイデアサイヒャデイイデアは、幹と生殖器官の化石に対して当初付けられた、俗名で、両者は後から同じものであることが分かった。ありがとうございます。